はい、帰ってきましたということで、いただきます。お疲れ様でした。はい、ということで本日の釣果こちら、ベベーン。ツバスが6匹、はい、カンパチの小塩が1匹、白サバフグ1匹、はい、ソーダガツオ1匹、はい、デカカサゴ1匹と、はい、マダイ1匹、はい、いやー大爆笑。ツバスこれの10倍ぐらい釣れましたね。めちゃくちゃ逃がしとったもん。こんだけしか食べきれないんで、食べる分だけ持ち帰ろうということで、本日はこちらを使ってお刺身の6点盛りかと、ジュンが胃袋の食べ比べ。胃袋胃袋食べれるの？食べれる食べれる。なるほど。だからさ、ちょっとそう開いて大丈夫そうなやつだっけ、うん、で、勇気が刺身余ると思うんで、そうですね、切れ端とか、はい、そういうの使ってちょっと一品作ろうかなと思う。あー、いいね。西が牛丼焼き。わかりました。じゃあまあとりあえずサバ焼いていきましょうか。それじゃあ今日もね、鱗を取るこちらで取っていきますよ。待ってました、このタイの鱗。あ、なんかコメントでもついてたね。ね、見ててくださいよ。一切飛び散らない、一切飛び散らない、ほら。うわ、早いし飛ばないし、もう最高です。これ沿岸のこの辺残りやすいんです。この角でピピってあれば取れるんで、大きい面はこうやって横で、これが便利だよね。細かいとこはこの角で、はい、仕上がり。はい、そしたらツバスからやっていきたいと思う。幽庵焼きはなんかタレにつけるから、幽庵焼きにつけるツバスからね、やっていきます。ツバスのさばき方はシンプルなあれですか？レッツシンプルです。でも腹すごい、腹分厚い、意外と。おお。胃袋こちらですね。こちら、はい、胃袋摘出しました。ちょっと開いてみましょう。さあ、ありがたい。あ、入ってます。線ね、線。あら、ひだひだのは、これは胃のあれだもんね、内側のやつ。おお、おー、ひだひだ。へえ、これ食うんだ、今。これ食うんですよ。ちょっと洗って、あ、ちょっとこれだけ見ると、ちょっとこれ、あ、これ言っちゃいかんこと言っていい？はい、あ、美味しそう。はい、三枚おろし。もうブリを、ブリ系を何回もやっとるでね。ね、もう説明を特別に省く。特別にアングルちょっと行くと、西くんのセクシーが見えた。ちょっと待って、オープンザミート、ほら、バカなこと言っとるで、忘れない。はい、めちゃめちゃさばきやすにくいところにこっちから巻き直したよ。めちゃめちゃさばきにくいところって、あんた一番邪魔なところでやった。勘弁してくださいよ。巻きの下降りたろうよ。今日初めて撮影に臨んだ人だ。いやでも一番包丁迫ってくる感あるアングルだから、欲しいかな。はい、行くよ、ここだよ。はい、じゃあ今日一発目のオープンザミート、ベーベーン。はい、こちらが翼の三枚おろし。ここにミート取っちゃって、お、腹分厚いよ、やっぱ脂ないけど、脂ないけどなぜか分厚いね。綺麗におろせました。あ、ピン色綺麗だ、ピンクの。すごいいいね。皮引いてもいいんだ、ゆわん焼きって。いや、皮引かんでもいい。いや、皮引いた方がいいっす。却下されたんだけど、聞こえたけど却下された。皮引いた方がいいっす。これはもちろん、全然皮引いた方がいいっすよ。ベン。おお、上手。引きやすそうだね。めっちゃ引きやすいよ、ブリ系は。美容です、ほら。あらー、あらー、めっちゃうまそう、やば、きれー。はい、ゆわんにバトンタッチ。はい、西くんがゆわん焼きを入れます。の、切り身を切ります。ちっちゃかったかな。みんな一口ぐらいで、まあ、染み込みやすいか。時間ないから、今日。確かに。押し、押してる？押しだよ。はい、はい、すだち、すだちを入れなきゃ幽庵焼きにならんので、輪切りできるかな。香りが出る、出ればそんな薄く切れんしね。ああ、こんな光景どっかで見ましたね。はあ、雑だな。おまあ出られねえね。タレを、醤油、酒、みりん、チーチーチーずつ、これにかぼす入れて30分ぐらいかな。これでつけときます。はい、次はこのソーダガツオを3枚おろしですね。これさはもう全部刺身にします。はい、人生初のカツオです。さあ、たくし、嘘、
あ、釣ったの。うわ、くそ、うん、あーっと、胃袋を見て。胃袋が変な、めちゃめちゃ入っとる、これ。うわ、何それ。わからん。砂みたいなの入ってんじゃん。これはね、いろいろなもんが腐ってますわ。ちょっとやめとこうか。カツオは、なし。はい。でも、普通に三枚おろし。このサイズだったら、このままいける。大きいやつは、ね、5枚おろしするけどね。そうよね。おー、赤いのか、これは。おー、なんだろうね。このサイズのカツはね、初めてだからね、俺も見るの。血合いの部分が大きいな。だね。癖が強い。去年スーパーライトに取ったよね。うん。もっと、もっともっと、3倍ぐらいでかかったよ。うん。はい、オープンザミート。真っ赤やね。血合いがすごい。血合いがすごいね。血合いの割合がやばい。はい、で、腹骨をすいていきます。腹骨もないから、これ、うん、ここで、ずんと落としちゃう。ずんと、ずんと落としちゃう。皮を引いていく。普通のカツオと一緒のように、こっから、こういけるはず。五枚おろしの要領でね。中骨を取りつつ、皮も引いちゃう。そう。はい。おー、ここに沿って、ここで皮1枚残して、皮と一緒に身を剥がすと。こんな感じで。かなり小さいね。食べるとこないね。一人一本じゃん。一人一本だ、本当に。そうすって吸えるぐらいのあれやね。そうめんだね。じゅるっといくよ。流しそうめんで流しカツ。試合どうなんだろう、試合取った方がいいのかな、これ。試合取ったらもう、もういよいよだよ。うん、多分ね、もう取った方がいいな。生臭い。大体でいいか、じゃあ。そんな全部取らずにさ。うん。大体でいこうぜ。本当は大きいやつだったら、綺麗に試合取るけど。多分こんだけちっちゃい身だから、そんなに癖ないと思うよ。はい、カツオ、刺身。なんかあれなんで、鉄火巻く用みたいだね。鉄心な、鉄心。はい、次は白サバフグですね。うわ、なんかこの辺だったような気がする、うん、この辺をクイッといって、で、皮一枚残してギュッと指、ここね、ここ突っ込んで、きたー、ギュッとベリ、おおおお、ベリベリ、うぃー、はい、チルンといきまして、卵、うん、でかっ。すごいな。有毒？いや、白サバは無毒なはずだけど、なんか怖い、嫌だね。さすがにこいつの胃袋も食べません。はい、肝すごいよ。肝もな、大丈夫なんだけど、フグなんでね、一応やめときましょうという、うん、はい、はい、このようにね、綺麗になりました。3枚におろしていきましょう。大名、大名だね。はい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 、はい、早い。はいはいはい。これが白サバの三枚おろし。こういうね、なんだ、縁側みたいな、血合いみたいなね、そういうとこと腹骨と一緒に、ここは部分と取ります。はい、お次はカサゴ。時々気をつけてください。では手袋を、なんか手袋することにしました、僕は。そうだな、衛生的にもそうだし、うん、お手手が臭くなるので。手洗ってもさ、一日中臭いの嫌じゃん。あー、買ってこいつ。もう包丁が曲がるもん。もうしなる、これ、これ。本当だ。折れるんじゃない。はい、関節込めば大丈夫です。胃袋、胃袋、どれだ。あ、これだ、それだ。ちっちゃ、これがカサゴの胃袋。下の方しかない、ひらひらが。これは食べれます。食べれそう、すごい食べれそう。グニグニ。はい、三枚おろし。めっちゃ身がプリプリですわ、これ。ねえ、めっちゃ綺麗な色してる。身が硬い、イカっとる。久しぶりに聞いたの。今日一でイカっとる、これ、カサゴの身が。おっとっとっと。おお、めっちゃ綺麗。うわ、真っ白、白身キングだね。これ久しぶりにカサゴの刺身食べるか。サザナみたいみたいだね。あ、ほんまや。カサゴの刺身ってうまいよね。はい、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 パソコン3枚おろし、1、2、3。はい、皮引いていきます。キュッ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 。おお、こんな感じ。まあ、皮引きは薄刃の包丁がやりやすいですね、出刃とかよりも。
はい、オッケー。はい、次カンパチ塩。いやー、3年ぐらい前にイラコで釣ったのが懐かしい。ああ、そうやね。あの時は逃がした。うわー、めっちゃ入っとる。あ、イカじゃん。イカが入ってる、これ、胃袋。でかくね。え、でかっ。え、タコじゃん。ゲソ、ゲソ。あ、イカだ。イカのゲソ、ほら。え、どういうこと、どういうこと。頭から上がね、溶けとる、胴体が。何イカだ。やりっぽいな、小やり、小やり。どうぞ、食べる、これ。うん、つるつる。え、全然近いじゃん。全然違う。オールつるつる。ウインナーの皮みたいなってる。はい、サマおろし。おお、身質はあんまり変わらんな、つばすと。うん、ぱっと見じゃ分かんないね。いや、皮引いた方が分かるよ。皮目が全然違う、カンパチは。これ、こいつカンパチだった場合ね。カンパチじゃないことある。塩だからさ、皮目がまた違うかもしれない。あ、まあ、ちゃんと出来上がってない。そう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 。油あんまねえな、もっとあると思ったけど。ペラペラ。つばすと一緒だね、皮目は。パッと見じゃ分からん。あ、これも冷蔵庫です。最後、マダイ。タイは、姿作りっていうか、そういう風にしたいんで、エラを取ります。これウィングウィンと。口の中見なくてよかった。大丈夫っす、今日は。今日はそういうのね、求められてない。大体、折ったらエラについとるでね。あ、そうなんだ。そうそうそう、いないでしょ。血代は多いけどね、マダイはそんなにね、多くないんだ、タイの絵は。へえ、そうなんだ。で、頭はこう取っちゃいます。うわ、胃袋ちっちゃ。ほっそ。ちっちゃ、めっちゃちっちゃい胃袋。なにこれ。はい、これがタイの胃袋です。はい、三枚おろし。よし、はい、じゃあラストオープンザミートででーん。はい、胃袋さんを食べていきたいので、これは浮き袋だけど、まあ一回殺菌の意味を込めて、ちょっと酒で沸騰するまでね、入れとけば大丈夫ですよ。沸騰したんで、一個ずつやっていきます。間違えちゃいけないんで。つばすの胃、おいじめ、これ置いといて、次カサゴの胃。柔らかくなったコラーゲン、鉄品みたいな感じ。カンパチ、おお、土手煮だ。最後にタイの煮。胃と浮き袋が全部茹で上がったので、細かくしていきます。これうまそうな感じだよ。すごいコリッコリッになりそう。カサゴの浮き袋。塩、まな板と同化する。あ、これなんかコラーゲンっぽい。こんな感じで浮き袋だけちょっとやっぱ違うけど、あとはそんな大きさが違うだけで、うん、切っちゃったので、はい、完成でーす。はい、じゃあ刺身を切っていきます。お願いします。こういうね、とこを勇気にあげます。なんで、もうこれも切っときますわ。切っとく、切っとく、あざあざ、あざ、あざ、切っとこうって。もう雑。ユッケだからどうせくしゃくしゃにするからね。くしゃくしゃにするから、大体で、大体こんな感じで。ちょっと大きめの方が食った感あるしね。おい、じゃあ、おい、おい、おい、あ、おい、よっ、よっ、あれ、おっと、よいしょ、はい、わー、うるさいな。うるさい、うるさいカメラマンだな。出しゃばりすぎた。試合取っとこうかな、うん、見てくれが悪いわ。で、半分ぐらいに切っとけっか。あ、ちょうどいい、ちょうどいい。こうやって、はい、はい。こっちがね、カンパチだよね。おお、素早い。あ、うまそう。全部うまい、すごい。あ、
いやもうサニーブラウンや。よくよくわからん。お、いいぞ。あっぱれ。もう日本一。よー。パン。これ、キー生物の、はいはいはい、スペシャルゲストでこれもらったんですよ、はいはいはい、これをなんと土台に使っちゃおうというね、うん、贅沢な使い方をしますよ、うん、一番存在感ある的なフググーフーグーフーグーフーもちもちっぽいもちもち、すごいもちもち、美味しいかは知らん。なんだカリカリ音が、だってルーちゃんが水飲んでると思った。かわゆすあ、もう水、もう、お腹いっぱい？大丈夫？うん、大丈夫みたいです。はい、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 やったな、ユッキー。ユッキーめっちゃ食えるぞ。刺身よりユッキーのが多いっていうシステムで、ね、カサゴはここに骨がいます。すっごいもちもちで、うわもちもちだ、プリプリだこれ。それユッキーで食うの大変だね。プリプリ祭りだ。すごい、タイより白いね。うん、めっちゃ光ってるこれ、しかも。はい、完成しました。スーパーライトジギングで釣れたお魚5点盛りでございます。6じゃねー、6でーす。6か、そうだ、6種。1、2、3、4、5、6。いいねー。はい、というわけで、さっき会長が雑に切ったこれをユッケにしたいと思います。まずこれをドン。はい、ドン。はい、ベースは焼肉のタレ、コチュジャン。はい、まあ、ある程度香り付けのグルメ油で混ぜます。はーい、こうやるんでしょ。そう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 。おー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 、きたー。おネギ15枚。いろいろ余った魚たちの海鮮ユッケ完成でございます。はい、30分かっこ1時間半ぐらい。いい具合に多分使ってんじゃないですかね。ほらほら、辛いぐらいかもしれんけど。確かに。これを焼いていきます。銃が欲しいって言うわけねえんだよな。え、めっちゃいい匂いする。当たり前か、醤油、酒、みりんで、かぼすかぼすだもんね。これ肉でやってもいいんだ。どうだろうね。サワラでやった時は美味しかったよ。はぁ、餅の幽庵焼き完成。ブリの照り焼きみたいだ。いただきます。いただきます。とりあえず乾杯しましょうか。はい、乾杯です。これじゃあカンパチ食べようかな。自分で釣ったカンパチ。あ、透けとる。いただきます。あ、大きいカンパチ全然ちげえわ。大きいカンパチのシャキシャキ感が全くない。つばすと一緒です。全くつばすと一緒。じゃあつばすも食べて。じゃあ、あ、いいよ。じゃないとね、おさわはもしかすると、うん、違うかもしれない。あー、カンパチの方がうまいわ。あら、違った。カンパチは魚臭さ全くないね。ちょっと翼は青臭いね。どうぞ。じゃあ、タイを焼きます。自分で釣ったタイね。まあ、タイの味だわ。みんなの知ってる通りのね。うん、よかった。後味甘いわ。油案焼きがちゃんと使ってるでしょ。いただきます。うん、うまい。カボスの香りが効いとる。へぇ、全然うまい。全然うまい、全然うまい。俺ちょっと青臭いと思ったけど、うん、うまい。匂いはあれタレで落ちたんじゃない。え、これ普通に美味しい。マジ？マジか。正解。じゃあ僕も。ほんとだ、うまい。臨場で若干することない香りが。うんうん、うまい。お、普通の照り焼きよりも食べやすい、うん、さっぱりして、そう、さっぱりして、ね、夏向きだ。これポンちゃんが作ってくれたユッケ一歩手前と一緒だよね。あー、ほんまや、パクリや。いやいやいや、パグリー。いやいやいや、2本手前じゃん。2本手前だ。いただきます。せめて進ませてください。 0.5 分にしてあるわけ。うん、予想通りの。あの時食った味、うん、一歩手前、それと一緒。あ、一緒の手前の具合だった。でも美味しい。本当に、うん、美味しい。じゃあこうちゃんのとどっちがうまいかちょっと見たるわ。うわ、これ一緒なんだ。一緒なんだ。本当一緒なの。それはコウちゃんは焼肉のタレでやったけど、これ焼肉のタレ。そこにあったタレなんだ。全然。だからそれ一緒。じゃあ一緒だ。魚が違うだけだよ。じゃあ一緒だわ。タイ食ったら一緒だよ。確かにね。何も変わらん。一緒だ。まあじゃあね、この胃袋はちょっと食べ比べはまあサブちゃんね、はい、ちょっとね時間も押してるんで、じゃああとはゆっくり食べていくよ。はい。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。久しぶりになんかこんなに凝縮った気がする。7種目連れて6種目あ、そうだ、あれだ、7件エソ、エソか、エソはあ、エソ、エソクリジンス、フグはね、ちょっとやっぱあんま美味しくなかったですね。水っぽい。カツオも全然カツオっぽくない。遠くでカツオですって言ってた、うん、言っとったけど、あとは何にもなんか、うん、特にみたいな。ということで、今日は大事なお知らせが、大事な大事なお知らせがその切り返しあれだろ、ね、突然久しぶりの感想からの大事なお知らせ、じゃあ、じゅんさんから。あの、そんなかしこまらんでいいっすよ。うん、この動画で、はい、自分は NSC を抜けます。普通の男の子に戻りますということです。それだけ。今までありがとうございました。ありがとう。簡単な理由とか、まあ、もっと釣り頑張りたいなっていう、なんだろうな、ガチでやっていきたいなと。まあね、いろいろ N の釣りはいろいろあるからね。まあワイワイしてやるの、これずっと続くの。ワイワイしてやるのももちろん楽しいけど、なんかもっと踏み込んで釣りしていきたいなと。まあこのまま活動してっても、その自分がやりたいこととこのチャンネルでやっていくことが多分ちょっとずつだけど離れていっちゃうから、それだったらもうここで身を引こうかなと。一歩引いて、はい、リスナー側に回ると、まあね、視聴者として応援していこうかなと。いろいろ審議の結果ね、審議の優勝の人もなんか名古屋までね、自腹で飛んできてくれしたけども、まあその結果もまあいろいろあって、いろいろね、別にあの喧嘩遅れとかじゃない、そう、つなぎ説とかはあのこっそりあの奥の方で映ってるかもしれない。なんか釣り場で会う可能性もなきにしろあらずだからね。もうね、同じ県内だからね、同じ県内釣ってる、行ってるとこ似たような場所だから、釣り場に来るかもしれないし、まあ、ご飯だけとかでも多分行くだろうし、うん、普通にあのプライベートショップでもいいし、まあ動画的にはね、まあ、はい、うん、まあ一歩身を引いてという、そんな感じですかね。で、あとツイッターとインスタグラム、はい、今これジュームアット NFC っていう名前でやってるけど、はい、それは、削除します。削除というか、まあ、N のジュンとしてのはもうこれそれはそれでやってきたので、これからはまあ、ツイッターで多分言うと思うけど、まあ、ただの順として順として物好きの人たちだけ見てもらえれば、ただの釣り好きののそう、頑張ってください。頑張って、ありがとうございます。皆さんもなんかかしこまり、皆さんもって聞いてたみんなもじゃない、皆さんもみんなもね、そういうことでご視聴ありがとうございました。はい、まあ今後もよろしく、今後もね、はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ではそういうことで今回もご視聴ありがとうございました。次回こう見てチャンネル登録をよろしくお願いします。バイバイ。じゃあねー。